さあ知られざる競馬学校の施設を覗いてみようということで、ここからは競馬学校の厩舎を真壁さん細江さんと一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。どうですか真壁さん、厩舎の雰囲気なんですけど、こんなに近い感じで見れるから、うん、ものすごくね、俺はなんか感動してない。そうですね、うん、まあ生徒が大体、まあ、何とか持って、うん、朝寝わらあげてボロ拾って、うん、貝歯あげて手入れしてっていう中で、うん、まあ、相場精神育てていくっていう形と、やっぱそのコンディションだとかっていうのをやっぱりちゃんとこう見るようにっていうか、うん、ちょっとねせっかくなんで近くまで行って馬を見せてもらおうかなと思います。はい、こちらです。こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは、競馬学校の教官でいらっしゃいます、広田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。この子はなんて子ですか。名前はパドームっていう名前でオランダから来た馬になります。真壁さん、どうですか。でかいね。でかい。でかいけど目がやっぱ優しいね。俺もさ、あの映画の方でさ、馬とすごく触れ合うことがあってさ、さすがに俺が馬に乗ることはなかったんだけど、はい、やっぱ近くにいてさ、こうやってこう触ったり鼻、うん、触ったりとかさ、自己紹介しながらさ、うん、やっぱね頭いいなっていうのが分かる。そしてさ、体に贅肉が本当にないよね。そうですね。すごくだからね、コンディションいいと思うわ。これやっぱり普段から贅肉。やめてやめて。急に僕の贅肉触るの。贅肉最近ついてきちゃったんで、ちょっと見習わないといけないですけど。今この子で体重で言うとどれぐらい？そうですね、600キロ。600キロ。すごいね。そうですね。500台ではなさそうですね。大きい馬なんでこの馬。マメさん、せっかくなんでちょっと触ってみませんか。いや触ってもいいけど蹴られないだろうな。マメさん蹴られても平気な感じですけど、失礼な、ね、失礼なね、失礼な、ね、人並みに痛いんですからやめてください。じゃあちょっとせっかくなんで許してくれるかな。すごい、でも目線が一緒ってすごいですね。目の高さがダメ、いい、大きいですね。一応鼻にこうやるって手を出すっていうね。ごめんね、ちょっとね、何かね。なんか全然許してますね。ね、しっかりせるほら、鼻が柔らかい。可愛いよね。こうやって触るとめちゃくちゃ可愛いじゃん。うん、ね、いや触ってる真壁さんも可愛いですよ。ちょっとやめてくださいもう。二人して。いやそこじゃねえの。そこじゃない。二人ともね。すごい頭いいじゃん、この子。そうですね。僕担当して乗ってましたけど。あ、そう。はい、東京オリンピックにも。あ、そうなの。近代五種で世界に。すごいなお前。めちゃくちゃいい。お前すごいよ。すごい。すごい。カメさん触ってみてどうでした。手触りの感じ。肌触りは？ツヤツヤ。ツヤツヤ。もうね、なんつったんかな。あのちょっと一瞬なんかゴワゴワするのかなって気がするでしょ、見た目が。うん、もうサラッサラ。すごい、だからすごく手入れされてんだなっていうのが分かる。ということで、はい、広田教官もありがとうございました。ありがとうございました。いいの触らなくて。いや。後で下がります。そしたらどこを顔を、ね、はい、はい、ありがとうございました。お後がよろしい、お後がよろしいようで。さて今度は競馬学校の体育館にやってまいりました。はい、ね、なんかちょっと学校感がありますね。いいね、もうね雰囲気出てますよね。ここでトレーニングしてんだろうなっていう ね、すごくいいですね。そうなんですよ、早速ちょっと日々のトレーニングを見せていただこうかなということで、はいはいはい、ここからはジョキ候補生の皆さんにも参加していただこうと思います。どうぞお越しください。お、どうも。笑い、ちょっと待って、今お前芸人か、お前芸人だよ、はい、わわ言うとりますけれどもみたいな感じですけども。では早速ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいですか。和田春樹です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして遠藤達樹です、よろしくお願いします。お願いいたします。ちょっと今の入りから、そして名前から、はい、もう同期を思い出しました。和田くんを思い出しましたけれども、ね、パパですよね。はい、そうです、息子さんです。息子さんですね。さあ何やら我々の前に謎の綱、はいはい、なるほど。太くて長い綱が、うん、あ、おっと、いきなり来ましたね今。あのすいません、生徒さんの前なんでそういう発言は控えていただきますと。私何かおかしいこと言ったかしら。ちょっとだって、うん、さあ早速ですけれども、はいはい、じゃあこれを使ってどういうことをするのかというのを笑いが止まんない、かわいい。待ってるんですから、お願いしますよ本当に。どういうこれトレーニングなんですか、こういう回やるのは。
ツナを、はい、両手に持って、うん、こうやって振りながら後ろに下がっていく。後ろに下がっていく、はい。じゃあちょっと早速やってもらっていいですか。はい、はい、いきます。はい。おー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 、これで合ってんの。あ、これ、はい、うん、これ一見楽に見えるけどさ、うん、これ絶対これしんどいよね。ありがとうございます。そうだよね。じゃあちょっとこちらの方に戻ってきていただいてありがとうございます。なんか地味すぎて、しんどいのかしんどくないのかよくわかんない。意外とちょっとわかんない。これ遠藤、ちなみにどういう、どこを鍛えるトレーニングなんですか。あ、さっき細江さんが言ったように、膝を鍛えたりとか、はい、あと腕なんですけど、はい、だんだんきつくなってくると、はい、ここぐらいまでしか上がんなくなってくるんですよ。それを頑張って耐えて、しっかり上まで上げるっていうことが、そこが鍛えられるのかなと思って。きつそう。そのきつさ分かるの、やっぱり やるしかないね。あ、そうだね。お願いいたします。そうだね、お願いします。お願いします。おかしい、おかしい。いきます。よいしょ。ふざけてるでしょ、ふざけてるでしょ。どこまで行けばいいんですか、これ。ちょっとふざけてますね。ふざけてるでしょ、うん、ちょっとふざけてます。本気出してないでしょ。本気だよ、今のが。本気だよ、本気だよ、本気だよ。え、なんか同期でいた、似てる子いなかった。いなかったですね。いなかった。すげえ、攻め方が厳しすぎるよね。厳しいよね、うん。やってみたくなる。やってみたくなりますよね、うん、真壁さんが。俺かい、俺かい。なんで全部人に任すんですか。はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、こうでしょ、近くに。あ、こうでしょ、こうでしょ。綱がこう、うん、ちょっと引っかかっちゃうんだ。いや、それはない。それはいいんだ。こんな感じだ。でもやっぱりあれだよね、これを全身でやるっていう、はい、小手先だけじゃなくて、全身運動だもんね、言ったらね、これね。今もう僕もハーハーしてます。汗かいてきてる。汗かいてる。鼻から汗かいてきてる。そんなにすごい。いや、うん、結構ね、うん、なんか重いですよね。そう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 、うん、全身運動だから結局。そうですね。じゃあ一つ目のトレーニングはこれにて終了ということで、はいはい、次のトレーニングに参りましょう。さあ続いて2本目のトレーニングでございます。今度は和田くんにやってもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。よし。もうなんかいかにもこうジョッキーが使いそうなものが、そうね、ね、置いてありますよ、うん、じゃあちょっと実践で見せていただいてもいいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ遠藤くん後ろで支えてもらいます。はい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 、はい、はい、さあ中腰になって、なった和田春樹くん持って、おお、一発、二発。あ、で、待って、持ち替えてますよ、うん、すごいだね。おお、はい、あ、はい、ちょっとでも、今、和田くんの顔に疲れの表情が、ね、レース後ですからね。そうだよね。そう、模擬レースの後にこれ収録してますからね。え、これでも持ち替えたね、今。持ち替えます、はい。そういうのもやっぱ訓練なんですか。訓練、左右できるようにって感じですね。あ、そう。これは最初からできなかったでしょ。最初からできなかったですね。これ立つだけでも大変。そうですね、やっぱバランス取りながらなんで、うん、そこから動きつけるってなったらもうより難しい。ただ最初立つだけできつくて、うん、次中腰になってそこでまたバランス取るのがきつくて、うん、でそこから次手の追う動作できつくて、で次ムチを動作できついってなるんで。だってムチの動きだって結構大きいから、それだけでバランスが、ね、え、言ったらあれよね、今言ったさ、ムチ打つのバランス崩れんじゃん。崩れます、ね、それを崩らせないようにするトレーニングでもあるよね。そうですよ。やばくね、やばくね、やばいよね、これやばくねと思うんですけど。そうそう、うん、元ジョッキーやめてよ、細江さん。ちょ、やめてよ。だってここに、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ムチだ。同期の息子さんからムチの贈呈。これだって立つ、ちょっと立ってみ。なんでまた僕にやら。いやいや、これは立てないよ。やって、やってみて。やってみてって。ほら、おじさんでしょ、もう。おじさんでしょって言う。おじさんだよ、だって。え、ちょっと待って、これバランスが取れないよ、そもそも。ごめん、壊しちゃう、壊しちゃう、これ。おおおお、マ
ょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、無理よこれは、これは無理よ。今よく頑張りましたよね、うん、でもだってバランス一回崩れると戻せないですもん。はい、ここまでで、いや無理だって、はい、無理だって、はい、細井さん、いや無理だって、ちょっと無理、危ないもんな。危ないです。バランス。ちょちょよ。はい。ちょちょよ。はい。はい。お、さすが棋士。お、さすがですね。ああ、でもちょっとしかできない。これで、ちょっと待って、待って、取ってからモンキーに。ちょちょ動いて、ちょっと待って、ちょっと待って。痛いじゃん。痛いな。どうするか、じゃあ。だってこっちも動くんだよ。だって動かすから動いた方がいいのかなと思って、ま、最終的に補助を殴るって最高だよね。補助を殴る、ね、補助だったよ、補助を殴る細江純子。世界の中心は自分で回ってますから、はい、ちょっともうちょっと前でいい、もうちょっと前、はい、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、はい、はい、ちょっと待ってよ、はい、離れていいよ、離れる、うん、はい、おお、さすが、おお、でも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 ね、バランス取ったよね、今ね、すごいよ。いやいや、でもだから改めてですけど、うん、こういうトレーニングがあって、うん、あの馬の上でのこの姿勢、あのトランポリンの上にこのバランスボールを置いて、うん、このバランスボールの上でモンキー姿勢、ジョッキー姿勢を取ってやってたよね。そうです、だからそれもできちゃうの。そんなことやってんの。すごい ね、この上に乗っちゃって、いやいや、やばくないですか。この上でモンキー姿勢取れるわけでしょ。そうです。え、今パッてできるの？あ、和田くんに任された、うん、まあ、とりあえず添井さん、自分やんないのに振りだけすごいな。いや、ほら、でもでもすごい簡単にやってるからね、これ、ね、おお、でもすごい、いやいや、でもすごい、でもすごいよ、すごいわ、すごい、この上でその姿勢はできない、できない。これやれって言ってたまにやってるからじゃないんだよね。毎日やってるとできないよね、これね。さすがだわ、ね、マジで。鍛錬ってことですよね。本当にそう思うわ、ねえ、うん。せっかくなんで、お二人からアスリートの真壁さんに何か質問などあれば。必殺技を見せてほしいなって。必殺技はここで見せられたら怪我しちゃうから。必殺技。ね、普通にあの受けれない人いっぱいいるから。いやいや、それはもうさすがにあの事務所からすごいきつく言われてるから。チェーンはなんでいつもつけてるんですか。これお前決まってんだろ、悪いやつをこれでぶん殴るためだ。おー、で試合でいるじゃん、もうあの自分のやりたいことばっかりやるやつ、そういうやつはもうこれ捕まえてバーンぶん殴るんだよ、うん、生徒さんにもね、今日あの模擬レースも見ていらっしゃったと思うんですけど、ぜひ一言いただきたいと思いますが。僕は月並みなんですけど、努力は嘘つかないと思います。言ってる意味わかるでしょ、はい、うん、あのね、サボった時ってさ、すごく、ね、罪悪感もあってさ、やべ、やっちまったなって思う時あると思うんだよね。だけど休むのも練習で、練習の時はもう必死こいてやるのも練習だよね。だからそのうまい、このなんつってんかな、あの、そう、メリハリを持って集中して、うん、だって君たちのさ、ね、試合にさ、すげえ夢を描いてる人いっぱいいるわけでしょ。それ夢実現しなきゃダメじゃん。だから本当にみんなのためにも、自分のためにも頑張ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひあの競馬場でね、僕らも一緒に応援したいと思いますけどもね、うん、お二人は今日はありがとうございました。ありがとうございました。遠藤君と和田君でした。さあ、続いては体育館の1階上トレーニングルームにやってまいりました。はい、わあ、なかった、ここなかった、嘘、細井さん、ここなかった、私たちの時代2階上がったことない。あ、本当ですか、ない、じゃあ比較的新しいということで、ここも41期生の中からお二人来ていただいております。よろしくお願いします。早速自己紹介をお願いします。上里直太です。よろしくお願いします。お願いします。上里だよね。里です。上里さん。里です。里ではございません。はい、ではございません、はい。沖縄出身です。沖縄出身。沖縄のどこ？僕、石垣島の出身です。おい、最高。最高。マジか。島津です。島津だ。マジか。谷原ゆずきです。よろしくお願いします。お願いします。
最初のトレーニングルームの機械なんですけども、ここは谷原さんにやっていただこうと思います、はい、よろしくお願いします。でこの機械で今からねトレーニングしてもらうんですけど、はい、これはどういう機械なんですか？これは実際にレースでこう道中乗ってる姿勢を取りながら、はい、もう抑える腕と体幹鍛える筋トレ、はあ、これ今実際の乗馬で使うタグがついてるんですけど、はい、うん、ここから低い姿勢で、あ、かっこいい、姿勢取って、うん、こうまずはこの今20キロぐらいかかってるんです。20キロ、ほう、これをひたすらまっすぐ自分のこの体幹を崩さずに引っ張るトレーニング。あー、確かに崩れたね、全然ね、ね、すごい、そうそうそう、いいね、これできるでしょ、どうぞってお願いします。お願いします。え、自分の姿勢を取った状態で、はい、腰が痛い、この状態を低い状態に、低い状態にして、ちょっと膝締めるとやりやすい、脇締めて、脇締めて、はい、そのまままっすぐ、このまままっすぐ、そうです。これ持ってかれそうになりますね。そうですね、やっぱり馬の力もこう前に持ってこうとするので、それを自分の体幹とバランスで抑えるっていう練習になります。でももうこれでほらどんどん崩れてきてるもんね、うんうん、今ねもう分かります、自分で後ろに持ってかれてる、自分の体重だけで持ってこようとしてるもんね、馬がここにいる程のイメージ。あ、そうかそうか、はい、馬がここにいる程で、私じゃないよ、馬馬ですよ、それさんがいたらやらない、必死にやってますから、 あいつはありがとうございました、ありがとうございました。 あの痛い、明日痛いね。あとやっぱ保つのがすごい難しいですね。そうですね、やっぱり私たちは普段から馬乗ってるので、うん、だいたいこう姿勢取ってって言われた時にパッてもう取れるようになってくんですけど、やっぱり初めての方とかだと姿勢取るのにまず一苦労、うん、やります。お、見せ場だと思って、おそえさん本気モード。あ、行かない。でもこんな感じ？そうですね、うん、それで。あ、でも動いてないですよ、うん、さすが。おお、あ、でもキープしてる、キープしてる、うん、姿勢大丈夫？めちゃめちゃ綺麗です。 OK、 さすが、すごい、よし、下ネタだけじゃないよ、下ネタだけじゃないね。ここはカットします。カットしません。いやでもやっぱ素晴らしかった、素晴らしい。でもちょっと亀さんにもぜひ体験してもらってもいいでしょうか、はい、これいいよ、いける。じゃあちょっとやっていただいていいですか、ね、これ邪魔だな。ごめんね、鎖預かりましょう、縦になりますもんね、はい、あ、ちょっと戻してもらっていい？あ、わぁ、ありがとうございます。さっきね、これ重っ、たつき君も持ってたね、重い、ガチ基本これを今こっちに今みんな行っちゃった。ああ、これな、これあれね、あのこれもうちょっとこうごめんな、こうやってこうやってやんねえと首締まっちゃうんだよ。なんか変な趣味があるのかな。ちょっとさ揺れるとさ、どんどんこれ締まっちゃうから。おー、すげえ。いやいや、拍手するとこじゃねえ、今の拍手じゃねえから。こうね、これでいいか、もうちょっと肩下げて、背中が一応地面と平行に、あ、そうです。お、来た、 お、乗ってる馬に、あ、かっこいい。おあのね、この問題がね、手でやろうとするとこうのけぞったり、はいはいはい、これをね、脇締めでこう背中全体でこうやろうとするとこういけんだよ。だからここも肩甲骨からこう、そうそうそう、背筋使ってるってことですよね。そうそうそう、うん、Thank you! 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 Thank you!さすが、頼みます、ね、ブレてなかったもんね、今ね。あれです、ブレてたよね、ブレてたよね。いや、だからね、こう地道にね、こういう細かい練習をしっかりやってるとこが、うん、俺は素晴らしいと思う。そうですね、本当にこれ大事だからね、本当ね、うん、はい、休み時間でやってるんでしょ。はい、そうですね、5時、6時が一応自由時間で、うん、その自由時間にやってると、自由時間が自由じゃないというね。そうね、そう、あのトレーニング1個目はこれで1個見せていただきましたけど、はい、もう1個
見せてもらうところがありますんで、はい、石垣島、はい、石垣島あだ名にするな石垣島を石垣島お願いします。じゃあ次のトレーニング参りましょう。はい、はい、さあ続いては何をやってもらいましょうか、はいはい、石垣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 江里くん何やりましょう、はい、僕はいつも懸垂をひたすらやってます。それはなんで？もうバドリーやっぱり背筋大事ですし、うん、懸垂してると自然に腹筋もちょっと力が入ってするんで、もうひたすら懸垂はやってます。なるほど、お願いします。とりあえず広い方で、広い方で、はい。おお、早い早い、軽々だな。おい、4素晴らしいじゃん。おお。あ、全然。これは素晴らしいよ、お前。10回行きました。です。おお。すごい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 。早いわ。あ、でももっときついのもあるんだ。はい。いつもやった後に、はい、この狭い方で。そっちの方が辛い？こっちの方がやっぱりちょっと力を使います。おお。7。8細マッチョ9細マッチョいいね、よっしゃ、イエーイ、最高じゃないですか。でね、これ騎手課程受かるためにはこれができないとダメなの。試験にあったよね。はい、試験にあるんですか。はい、一次試験が一応上限10回、10回で、一次試験通った子は二次試験で上限20回、これ過去5回できたんでしょ、子供の頃。どうぞちょっと待って、いいぞ、ええ、いいぞ、帰る、ちょっと待って、大丈夫、笑い取らなくていいから、大丈夫、ちょっとこっちでやってみていい？あ、そうそう、こっちでやってみて。え、そっちの方が辛いんでしょ。じゃあ背中を使います。よっ、今ちょっとバレたバレた、今ズルしたのバレたえ、今のこれを10回連続でやってたんだよね。これはね、多分あれなのよ、慣れと毎日のあれだよね、トレーニング継続、鍛錬ですか、うん、これをしないと多分できないから、うん、問題そこよ、問題ね真壁さん、ちょっとやってみただけません？バカ野郎、俺にお願いしたらあれ壊れちゃうじゃん。あ、そうか、そうだろ、お前壊れちゃう、そうだろ、問題はお前重量オーバーかな、なしで、なしかい、はい、すいません、ありがとうございます。ベンチプレスみたいな、おう、あ、そうか、ベンチプレスが見たいと、ね、生徒さんからのご希望です、うん、ええで、あ、これは軽いよ、ほら、すげえ、これは軽いと言って、これ何キロあります今？だってこれまだ20でかかってる、うん、40、50ぐらい、40ね、28ぐらいの時は160キロとか上げてましたから、ね、もうだからその後で僕結局最高が190キロですか、200はいかなかったんですよね、結局怪我で。じゃあ4人軽々と行けちゃうと思うんですね。行けるってことですよね、うん、はい、すごい、そうだから、そういうトレーニング僕ずっとやってたんで。これちなみに今何キロですか？これ何キロ、いやでもこれ多分100ぐらい、100ぐらい、うわー、うわー、え、すげー、うわー、え、やば、初めて見ました、100キロ上げてる人、100キロ上げてる人初めて見ました、うわー、ありがとうございます。ちゃいちゃい、こんなの誰でもできるわ、ちなみになんですけど、はい、もう今何キロですか？46、7ぐらいです、はい、46、7、はい、若林さん持ち上げられる、持ち上げるよ、全然いいですか？お願いします。でも反射的に持ち上げた時ぶん投げるかもしれない怖い反射だなそれ、あさっての方にうわこういう、こんな感じかな、あ、ちょっと頭押さえてて、この辺いきます、せーの、おい、おー、こんな感じ、え、形ですよね、これ、あ、確かに私もあのボブサップさんにこれやってもらったことある、おお、やばい、こんな感じだ、身長が伸びた、身長が伸びたすげえ、僕ら彼の倍ぐらいの体重の人を投げたりするんで、もうその瞬間ブワーンと投げるんですね、うわ、全身で持ってくるんで、全身、はい、週にどれぐらいトレーニングしてるのか
あのね、俺たちはね、あの1週間7日あるでしょ、収録、うん、収録を一応だから日曜日だけとか、うん、1週間に一度だけ自分で休む入れるんですよ、わざと。で休むのも練習だから、だからもうそれまではもう全部あの練習日ですね、うん、心肺機能と自分を守る筋肉量だよね、それを持続させるのが一番大事だ。なるほど、私の1週間と一緒ですよ。ですよね、姉さんね、酒飲んで1日だけ休館日って合点残念残念休館日の方だった、ちょっと肝臓ね、肝臓生々しい話だね。現役中で一番苦労したことって何ですか？苦労したことですか？集中力です。あのやっぱね、プロレスってやっぱものすごくほら、あえてね、相手の胸とかバーンっていくスポーツもあるので、うん、あの集中力がないと一番怪我するんだよね。で一番良くないのって酒飲んだ後とか、次の日すげえ疲れてる時とかって集中力全然わからないじゃん。そこをあえて沸かさなきゃいけない。逆算するとそういう集中力が湧かないような生活をしないってこと。それがすごく大事だ。自分を応援してくれるファンのため、ね、自分が支えている会社のため、でもいろんな人のために俺今ここに頑張ってんだなと思ったら、よしそいつらもうちょっと上まで押し上げてやろうと思ったら自分集中できるじゃん、はい、ね、だそういうことなんだよね。なんかそのあたりっていうのはね、すごくね、うまくねお付き合いするのは難しいけど、うん、頑張ってほしいね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ぜひお二人もあのデビュー楽しみにしておりますので、頑張ってください。はい、ありがとうございました。おっす、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってな、マジでマジで応援してんだよ。天下取れよお前天下取れよマジでな頑張ってな、マジで天下取れよお前も天下取れよ。わかった、マジだね、天下取れよ。あ、どうもさん姉さん、なあ、どさくさに紛れて姉さん、普通に握手してびっくりした俺どうですか、一日終えて今日、うん、いや、なんかね、やっぱ努力してる人のね、やっぱ姿を見るとね、こっちもやっぱ触発されますよね。だって俺なんてさ、52だぜ今、お前らの父ちゃんより上だぞ俺、やべえだろ、それがお前人ぶん殴ってんだぞお前でも悪いやつだけどな、悪い先輩じゃねえ、悪いやつら俺ぶん殴ってるから。とはいえよね、だけどそんだけのパフォーマンス見せていかなきゃいけないから、それがどれまで続くかなってことを俺いつも考えてるね。でも現役でいる以上は最高潮のパフォーマンス見せなきゃいけないじゃないですか。だからこういう彼らを見るとね、よし俺もやろうって、頑張ろうってなるんですよね、エンジンかかるんで。今日最高の時間でしたね、本当に。ありがとうございます。